1925年のコース1925年のルマン24時間レースは3回目のルマン24時間レースであり1925年6月20日から6月21日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた出走したのは49台イギリスからはベントレーのタサンビームとオースチンイタリアからオエムとディアットアメリカからクライスラーが出場するなど 外国の会社が参加し始めた。前回、1924年ノルマン24時間レースの優勝に気を良くしたベントレーは3リットル2台を出走させたが、ケンジントン・モワイヤ・ダドリー・ベンジャフィールド組は、ケンジントン・モワイヤがガソリンを浪費して、所定の給油前に、ガス欠による停車、ジョン・ダフ、フランク・クレモン組は、SU 製キャブレターのフロート破損により、 ガソリンが漏れて引火し火災でリタイアした。感想は16台。ジェラールド・カーセル、アンドレ・ロシニョール組のロレーヌ・ギートリッシュが24時間で 2233.982km を平均速度時速 93.082km で走って優勝した。ありがとうございます。